U-17 日本代表、準決勝でイランを下し FIFA U-17、ワールドカップ出場権を獲得。AFC U-17 アジアカップの準決勝で、U-17 日本代表と、U-17 イラン代表が対戦しました。日本は、グループステージを、首位通過し、準決勝では、オーストラリアと対戦し、3-1で快勝しました。この結果により、日本は、FIFA U-17 ワールドカップインドネシア2023の出場権を獲得しました。準決勝では、日本は、イランとの対戦に臨みました。試合開始直後はイランに押し込まれましたが、その後はボールを支配しながら試合をコントロールしました。10分には、河村学人が、ドリブルでボールを運び、矢田龍之介がゴールを決めて先制しました。日本は20分にピンチを迎えましたが、GK、後藤航の活躍で得点を許さずに済みました。そして25分には、佐藤龍之介が素晴らしいゴールを決め、望月浩平が、追加点を挙げて2点のリードを築きました。後半には一時的な中断がありましたが、再開後の日本はイランにチャンスを与えずに、守り抜きました。72分には道脇豊が FK を獲得し、佐藤龍之介がゴールを決めて3点目を挙げました。その後も日本はチャンスを作りましたが、追加点を奪うことはできませんでした。しかし、イランの反撃を封じて試合を3-0で、締めくくりました。日本は、決勝で韓国とウズベキスタンの勝者と、対戦することになります。通算4度目のアジア制覇を目指し、引き続き頑張っています。ここまで2チームで戦ってきてる。総圧すぎだろ。当時の宇佐美とか久保みたいなタレントがいないな。しょぼい。アジアカップなんて優勝して当たり前レベルでしょ。三笘も久保もいないのにこんな強いのかよ。佐藤龍之介168cm。背がもうちょっとあればな。